はい、こんにちは、キューピーです。大島です。体育で飛び箱が好きな渡辺です。お飛び箱が好きな、何段飛べる？6段。6メートル6メートル、いや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 、大変なことだよ。6段ね、はい、1メートルちょっとかな。まあでもそれでも、うん、すごいすごい、うんうんうん、はい、今日はね、ちょっといっぱいあるのでもうスピードでいきます。だからまずは今日はめっちゃ天気良くなりましたね、はい、よかったです。あの寒かったわけね、あの今からどんどん、あの今からどんどん暖かくなると思いますので、はい、はい、あの風邪をひかないようにね、夜寒いけん、はい。はい、ですね、ついに、できましたポスター、はい、ね、じゃーん、5月16日ね、今度はね、九州国際オープン充実選手権っていう名前です。はい、ASJJF、 これエジソンさんのところですね。でもちろんキヤマン、キヤマル、キヤマチ公園、もう、エントリー開始してます。はい、そしてもちろん、今のがアダルトで、これマスターあります、赤ね。で今度キッズもあります、もちろん、はい、キッズもエントリー入ってるみたいですよ、何人か。そしてあとは道着ね、道着ですね、うん、どんどんお待ちしております。3月5日までに第1回目のエントリーをすると一番安いみたいですので、はい、早めにしましょう。ぜひ、だから体重があるけどね、まあ、ちょっと何キロか子供は成長が早いので、はい、まあ、そこもある程度こう頭に入れながらやっていくといいと思います。あのペーパルとかでもね、簡単にできますので、はい、ペーパル簡単ですね、よろしくお願いします。あのこれはもうずっとバリカタでね、言い続けていくんで、はい、あのまた明日もバリカタありますので、またどんどん見てください。明日はね、あのエントリー状況とかもまたあの発表っていうかね、あのお知らせすると思います。そしてなんと、じゃん、これ昨日からあのポスターをちょっといただいたので宣伝させてください。3月6日ね、春日市総合スポーツセンターのサブアリーナで、あのなんと、子ども夢応援チャリティープロレスがあります。これはプロレスリング過激だけど、これはですね、新住浩二プロ選手プロデュース大会って書いてるんですよね。新住選手はですね、今あの、まあ、パラダカにもちょっと寝技の、ね、特訓で来てくれたり、あとその小川選手もね、なんとうちに毎週ちょっと練習来てくれてて、はい、とてもよくしてもらってます。そう、ちゃんとほら、ここに写真ね、あこちゃん会ったことあるよね、小川選手会ったことあるよね、ね、うんうん、日曜日ね、うんうん、そうで、この新住選手プロデュースでやります。でこれなんと、あの、まあ、ちょっとまだコロナの影響で、100人、150人かな限定で、だけど、無料です。で春日市の人はなんかチラシ持っていけば無料だということ で、なんかあの子供とかもね、なんかチラシ持っていけば無料っていうのを聞いたので、あのもし、行きたい人、まあ、春日市在住とかで、まあ、もちろん福岡市内とかでもいいと思うんですけど、12時半ぐらいかな、なんか結構お昼ぐらいからありますので、はい、もしよかったら無料なので、ぜひ3月6日土曜日、うんうん、あのね、久々ちょっとプロレスみんなね、今見れてないと思うので、九州のプロレスラーの人たちがいっぱい出ていますので、ぜひ。覆面レスラーが多いよね、うん、アステカ選手、有名なアステカ選手もいます、うん、なんと謎の DTR タイガーっていう選手も出るみたいなので、うん、ここはあのご期待ください。あと、そう、上田馬之助選手 ね、ま、あのパラ中にも来たことある、はい、2代目上田馬之助選手もいますので、どうぞ。またこれもちょっとあの紹介していきたいと思います。はい、そして今日のメインイベント、今日もちょっと、絵本を持ってきました。で、あこ先生にちょっと呼んでもらいました。はい、で、あこ、どれをちょっとまず紹介し、ちょっと紹介だけでさせてね、あの、はい、下敷君と仲間たち、これはちょっと新1年生向けかな、なんか新しくこうね、入学する子どもたち向けのあの絵本っぽいです。これは作画二宮由紀子さんがやっております。そしてあの早口言葉でおでんも温泉というちょっとこれまた絵がすごいというね、これも面白かったね。川北、これ良二さんかな、うん、なんか絵がまた別の方なんですけど、これもちょっとあのみんなでね、あの読みながらね、早口言葉を言うのもいいかもしれない。そして、これはい、はぐくまさん、これちょっとね、あの、はい、そうなん、うん、そうで、これ結構いいお話なので、これもちょっとおすすめとして持ってきました。そしてあのこれ結構ね、あのどこの学童でも結構置いてあるやつなんですけど、これ長谷川、これで吉忠さんっていうのかな、うん、そう、あの怒るっていうね、
こういうシンプルな絵本なんですけど、これもちょっとなかなかシンプルで面白い絵本です。今日はこの4冊、はい、もうこれちょっともう自分はもう読んだ後なんですけど、ちょっとあこ先生にちょっと読んでもらいました。はい、さあ、ダラララララララ、今日はね、1位と2位だけ、じゃあ2位からいきましょうか。ダラララララララ、お、これが2位、お、はい、いいとこ目つけましたね。はぐくまさん。これだけどね、どうするんだろうって最後思うよね、くまさんがね。この、その木を切りに来た木こりさんを、どうするんだろうと思ったけど、ハグした。ハグしたよね。もうネタバラシしたけど。まあだけど、まあ、絵本は。逃げて、うん、だけど、だから、そう、だからね、クマさんは何でもこう愛してハグしてくれるというね。普通のクマだったら食べる、食べて襲っとうよね。うん、だけどこれ本当いいストーリーやし、まあ、絵本ってストーリーネタバレしてもいいストーリーならそれを、ね、人にプレゼントしたり、ね、うんうん、読んでってこう紹介できるのが絵本の良さなので、これは今ね聞いても、まあ、確認の意味を込めて読んでみていただけると結構これ、図書館には絶対あるみたいなので、探してみてください。作はね、ニコラス・オールドランドさんという外国の方です。これを落合恵子さんが訳したと、うんうん、ね、はい、ハグクマさんね、いいタイトルよね、ハグクマさん、ハグしてるクマ、はい、じゃあもしか俺はね、ハグクマさんが1位かなと思ったんで、予想がちょっと忘れた。え、じゃあアコちゃん的に言うと何が1位だったんだろう。はい、ダラ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 ダン、あ、やっぱこっちか。アコちゃん何年生？あ、だけどこれ大体この前のいちごちゃんりんごちゃんっぽい、あ、まあまあまあ可愛いですね。文房具のね、やっぱ小学生にとってはこの文房具は身近ですね。職業ね、道具なんで、うん、うんうん、そうね、これはね、本当昨日読んだから俺、もうみんな、うん、みんな、そうで、下敷き君がね、で僕はね、何の役に立つんだろうってね、あ、そう、初めね、何やった、鉛筆入れの中に入ろうするんよね、で入らんで、次クレヨンの中に入ろうするんよね、入らんで、うん、で鉛筆、色鉛筆の中に入ろうとしてね、うん、ダメだったんよね、うん、で最後はノートにね、実用の下敷きとノートというのは相性がいいんで、うんうんうん、だって下敷きくんがいないとノートは困るもんね、うん、という話なんですけどね。あ、まだあった。あとこれ面白かった。うん、まだ全部面白かったってことかな。かな、うんうん、これ怒るっていうのはね、結構ね、シュールなんよ。シュールなん、うん、怒られてばっかりやけん、嫌って、もう自分はもうどっか行くんだみたいな。食べに出るんだよ。だから普通はもう急に寂しいって。そう、なんかそういう風にこう、うん。どんどん面白い。うん、終わり方がね、またシュールなんよね。そうですね、なんかハッピーな感じじゃない。ハッピーエンドっていうよりね、なんか考えさせられるやつなんで、はい。まあ、こんな感じで、はい、なんか面白いな、なんか読んでみたいなと思うものがあったらね、ぜひ図書館とかね、うん、まあ、あと、うん、まあ、Amazonでもいいですし、うんうん、ちょっと、ね、絵本にね、いっぺん子供さんがいる方は、こういうのをプレゼントしたりするのもいいかと思いますので、はい。まあ、なかなかいいですよね、親子で読むにしても、はい、そんな感じで今日は、まあ、最近うさはこんな感じで絵本ありあこちゃんの、ね、シリーズあり、はい、で今日はプロレスの紹介と大会の紹介でした。もういっぱいいっぱいです。じゃあ今日もうさ市四日市からお送りいたしました、パラストラ中川井出道場 USA、 はい、うさです、はい、ね、お待ちしております。あ、ウサのポスターを持ってきて。そこ。これを一番初めに出さないかいか。一番向こう。あこ。違う。あっち。そうそう。左。真っ直ぐ。目の前。オッケー。早く。それ一個でいいけ。いいけ早くして。ごめん。これを一番初めに宣伝しなきゃいけなかったね。最後、はい、最後の最後です。これチラシできましたので、これ道場の前に置いときますので、これちゃんと地図もついてます、パラウサの。ぜひ遊びに来てください。体験見学募集中です。はい、お願いします。この祝日も開けるんでよかったら来てください。今度は火曜日10時半から12時開けます。10時半開けます。そして、まあ、水曜日も開けて、で土曜日もまた朝開けますので、お待ちしております、まあ、春のね、パラナカ春の歌っていう感じで、うん、ほら春の歌、うん、はい、うんうん、春といえば歌って3、はい、春は来、あ、お、出たね、出たね。
うん、そう春の歌いっぱいあるけんね。あとちょっと今度からまた、ね、ワンフレーズ歌ってもらおうけ。はい、じゃあさよなら。さよなら。